じゃあこんにちは、ゆたかさん、はい、さあ8月31日の、はい、トレードまで迫ってきてますけども、このままでは終わりそうでもないけどね、まだまだちょっとね、なんか動きはありそうですし、まあ、私たちは外から あの選手がここ行くんだ、あの選手ここ来るんだっていいですけど、トレードの渦中にいる選手たちは、まあ、いきなり聞かされるじゃないですか。びっくりだよな、急にトントン。いやだって俺はもう DeNA にいた頃、はい、突然聞かされてみたいなそれあるよ。そうですよ、ね、だって中田監督もって言ってたからちょっとちょっとと、おおみたいな。その時は、藤田選手の時ですよね。そう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  DeNA はそう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 、本人は どういう気持ちでみたいなになるんですか。いやだからもう選手は辞める権利しかないからさ、はい、言われたらもうそれに従うしかないんだよね、決定事項に。いやでもそしたら辞めるしかない。でも、そんな選手いたんですか。だからまあ昔で言えば佐渡岡さんが近鉄だったと思う、当時、はい、だったと思うんだけど、行けって言われて、うん、いや僕は巨人のままで終わりたいって言って引退したの、はい、だからもう辞めるしかない。辞めるしかないんだよね。だから FA とかそういうものを作って自分の行きたい球団に行けるように、そういう制度ができたということですね。今だと例えばそのシーズン途中で8月31日までが今年期間なので、そのシーズン途中で君明日からどこ行ってくださいって言われて、もし嫌ですって言った場合はシーズン途中から使われなくなるってこと、まあですね、まあトレードが成立しなくなるよね。そうですよね、行かないっていう。いや向こうとの球団と契約しないって言えば、はい、もう必然的にもう同時に引退になる、はい、そうしたらもうそれが破談になっちゃう。そうですよね、うん、でも例えば選手ちょっと待ってくださいと、あのうちあの奥さんと子供もいるんで一回持ち帰って相談していいですかっていう場合も、まあ、相談の余地もそんなないと思う、うん、ないですか。普通の、まあ、まあ一般企業でいうと例えば君移動だよってなって、でも会社がさ、会社が変わるわけじゃないよ、はあ、一般のところ。ああまあまあそうですね、母体は一緒だよ。母体は一緒です。会社が変わっちゃうわけだから、はい、でも12球団という一つの会社っていうふうに考えれば、部署が変わるだけっていうふうに考えると行きやすいよね。それを例えば帰ってから奥さんに伝えなきゃいけないわけですね。家族がある子たちは子供とか、そういうのってどうなんですかね。奥さんがいやいや私、まあ細かいこと言うとさ、はい、持ち帰って言うよりもまず電話で報告するけどそんなことはどうでもいい。いやいや聞きたいです、聞きたいです。いや俺もなったことないから分かんないんだけど、はい、だけどまあそうですか、分かりましたと、うん。でメジャーなんかは試合終わってパッと紙渡されて何便の飛行機取ってあるから明日からあそこだって言って行かなかったら終わりだみたいな、そんな感じだから。すごいですね、ドライというか。いやドライだよ、もうドライじゃないとやってられないよね。ですよね、うん、これビジネスだからさ。そうか、うん、でじゃあ、ま、家族がいる方はもうでもいきなりもう明日とか明後日行ってって言われるじゃないですか、うん、そうするとじゃあまずどうまずね単身で行くね。ああ、まじか。単身で行かないと荷物なんか間に合わないし、はい、家だって契約しなきゃいけないし、うん、単身で行ってホテル住まいになるよね。ああ。まあ身の回りの、まあ、何点か持って、はい、ホテルに入ってそこから通うっていうことになるよね。そのホテルの例えば手配とかそういうのは行く球団側が全部もうセッティングしてる。いやもちろんもちろんですよ、ですよね、うん、それで車で行けるところだったらもう車で行っちゃって、うん、ホテルに置いといて、はい、その車で通うけど、はい、例えば北海道から、うん、まあ例えば九州だって言ったら乗っていくだけで疲れちゃう。だから車の後、あ、まあ、とりあえず身一つで行くっていう感じだよ。でそこまあホテル住まいになって、じゃあマンションで借りるとか賃貸とかそういうのはいつぐらいに借りる。いやだから落ち着いてその内見もしたいじゃない。一応ね、うん、で内見してあここだって言って決まる、はい、まあ例えば単身赴任だとまあ揃えなきゃいけないよね、はい、その費用も多少出るけどさ、あ球団引っ越し費用もね、うんうん、だからそれ揃えて、うん、まあ、そこに住むようになると、うん、ただ家族は嫁さんだけだったらまあ早く荷物を送ってここっていうことはあるけど、はい、だから子供って学校行ってたりだとかさ、うん、まあ、保育園幼稚園とかあったとしたら、はい、なかなか行きにくいよね。
しかも例えば一貫校とかに入ってしまっていると、いや、そしたらもう単身赴任だよ、ね、もうずっとそうなりますよね、うん、だからまあ遠征があるからその度に帰るとか、うんうん、はい、その時はもう球場から帰っていいっていう球団もあるし、うん、一回ホテルに帰ってそれから帰るっていう人もいる、うん、あ、じゃあ住むところとか の、 その心配っていうのはもうほぼないってことですね。まあほぼないよ、そんなあったらさ困るじゃん、テント立てようかみたいな、寝袋かみたいな、そんな嫌じゃない。公園で、公園でとか野宿みたいな、そんな嫌じゃん。集中できる、それはちゃんとやってくれるよ。あ、じゃあそれは安心ですよね。それは安心です。 あとどういうことの不安があるんですかね、選手の水やっぱ環境が変わるっていうのが不安だよね。そうです。 あと ユニフォームが間に合わないとか。いや、それはもう技術的に間に合わすよ。あ、なんか違うセーブ番号で出てくるとか借りるとか。いや、それはね、水面下で動いてるわけだから。作ってるの。あ、もう発表はいつにしましょう、はい、でも2日前とかには決まってるみたいな、ね、で発表はオリンピックの金メダルの時は外しましょうよ、やめましょうよって、邪魔するのやめましょうよみたいな、うん、そしたら何日か経って、はい、っていう、まあ、期間もあるし、うん、まあほとんど間に合うよ。あ、それは間に合う、間に合う、間に合う。あとは例えば A という球団にいた時は例えばグッズとかの売り上げとかの比率がこうだったけど、いきなり B という球団に移った途端、どういう契約、グッズの契約だったりとか、あとあのスポンサー、自分の着てるユニフォームだったりとか、それどうなんですか、スポンサー契約してるところって選手。いや、まあそれは話し合いになってくるよね。そのバットにしてもグローブにしても、そうそうそう、シーズン途中でいきなりですもんね。俺が契約してるところがあったんだよね、はい、パリーグに移籍したらそう契約しなくなったわ。えおい、本当かよみたいな。いや、そういうのがあるんだよ。それでなんかいろいろね、頭の中でこう組み立ててたものがあれ契約ないのみたいになっちゃったんですよね。そう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 、やっぱ当時はパリーグっていうのはもう本当に映らなかったからさ、はい、人目に、うんうん、だからまあ契約しても、もちろんそのそうだよね、うんうん、だからただし道具はくれあげますよって、ただし契約はしませんみたいな。あ、そうですよね、うん、あと例えばあの地元で CM に出てる選手とか、そこの地元を離れるってなったらもう急にその CM が使わなくなるわけですよね。いや、それはそう、もちろんそう、もういきなり打ち切りでこっち行っちゃう、そうそうそうっていう、それ選手の懐的にはまあそこを当てにしてるわけじゃないからさ、うん、気にはなんないと思うけど、はい、やっぱ環境が変わる大変さっていうのはそれはあるし、はい、で家族と離れなきゃいけないっていう寂しさがあるしね、はい、で、まあ、大体そういう整うことがシーズン中に行われたトレードっていうのはオフにどうするかっていうのを考えるよね。あ、だから子供のことも含めて、はい、あのやっぱり地元にいた方がいいのか、うん、単身赴任で行った方がいいのかとか、うん、まあいろんなことを話し合って、うん、まあ、体制を落ち着かすというさ、うん、じゃあ特にこれあの移籍とかしてあんまり困るようなことって身の回りは、まあ、やっぱり、まあ、例えば今まで家から通ってたものが、うん、お父さんが急に単身でいなくなるとか、うん、で子供の精神状態がどうのこうのとか、うん、まあいろいろあるよね、はい、で話して単身赴任で悪いことしてるとかまあ例えばね、例えばの話ですよ、例えばの話、はい、悪いことするんじゃないかとか、はい、ね、まあそういう心配はあるだろうね奥さんが、奥さんが、いや旦那さんもあるかもしれないですもんね。もうそれは大変な葛藤ですよそこか、いやそこもな、まあ、人間だからなきにしもあらずということだよね。そうですよね、でもあったという話じゃなくて、なくてなきにしもあらずというね、でやっぱ メンタルってやっぱ、ね、そういう仕事にも出ちゃった影響する場合もありますからね、まあ、もちろんそうですね。だから、うん、まあ、そこら辺はやっぱこういろんなケアを、はい、まあ、例えばその家族のどちらかのご両親がそばにいるとかさ、うんうん、そうだったらまあこういいけど、そうですね、うんうん、だからまあ大変だよね大変だよね、いや大変だよ、シーズン中に変わるっていうのは大変だよ。でシーズン中に変わったらまたサインも変えなきゃいけないって、球団も大変なんだよ、選手も他の選手も、そうですよね。でドイツリーグだったら余計そうでしょ、だからね、全部分かっちゃった、前回もドイツリーグでしたので、そう、うん、全部変えなきゃ大変とか、大変だよ、ね、だから大変な作業なんです。あと自分の持ち出しのお金っていうの出てくるんですか、なんか引っ越しに関してはないんじゃない、
引っ越し余分なものを買えば別だよ、うんうんうん、だけどちゃんと整うっていうことに関しては、うん、一切持ち出しはないと。あ、じゃあ資質的には別に特に悩むところはない。まあ金のことばっかり気にしてるから気にしますよ。だって引っ越しってやっぱ敷金礼金がとかなんかいろいろあるじゃないですか。まああるよな、余計なお金になってくるからさ。そうで、家具とかも買い揃えるのかなとか、うん、テレビも買うとなるとあれこれ持ち出しか、多分敷金礼金ぐらい出してくれるんじゃないの、球団が、うん、でもあれですかね、もうそのぐらい持ってますかね選手たちは。まあ持ってるけど、はい、でもそんなに裕福な人間がトレードされるとは思えないよね、うん、ああそっかそっか、頑張らなきゃいけないっていう、うん、やっぱチャンスをいただく人間がトレードすると、うん、はい、トレードになるっていうことだから、うん、それは持ち出しはやっぱ厳しくなるよね。まあ気にはなりますよ ね、 よね、選手とか家族はね。そ う、 そうですよね。まあね、8月トレードの期間ももうあとね、そうだなですけれども、うん、まあでもトレード行った選手は、うん、俺は移籍経験あるけどやっぱ頑張ってほしいなと思うよね、新天地で、うん、で自分の居場所を確立して、はい、本当にあの活躍はね、できるように、まあ、頑張ってほしいと思うね。そうですね、はいはいはい、頑張ってください。